やってなさそうですよね。置いてるけど。おいしょおいしょ。準備してきたのよ。これじゃないこれ。あ、いいですね。こことかに貼れたらいいのにね。うん？なんだ？いや、気のせいか。いるわけがない。あんな人が、ここに。うちの店に何か。あ、ちょっと、ウィスパーもいいところかも。あなた。あ、仕事してる？あ、仕事してるんだ。そうやって戦おうとするのか。面じゃなく、そうやって戦おうとしてるのか。あ、なんですの？ちょっとやめていただいてよろしくって。まあ。私、あなたと、まあ、なんでしょうね。まあ。まあ、同レベルに落ちたって言うとちょっと言いづらいんですけど、まあ、私も宣伝させていただいただけですわよ。素敵な宣伝ありがとうございます。うちの店の周りに。あ、いいえ。あ、そうですね。あ、そうか、あんなところ、街に最近汚れが目立つな。後で消しておかなきゃな。消しておか、消すんだ。私はあなたの憎しみのためにずっと置いてますけどね。いつでもあんたの憎しみを神聖に感じられますように。なるほど。そうか。この街の汚れはそういう見方もできるんだな。ならば私も消さないで置いておこう。まあ私の真似ですがね。まあ一杯いただいていこうかしら。ああ、いいでしょう。せいぜい食らっておきなさい。今、店を開けますよ。ああ、なんだか、ちょっと臭い。あ、しまった。ちゃんと掃除行き届いてんのかしらね。まあ、あれだけ開いて中でよくわかんないけど、焚き火も焚いてて、まあ、酸欠になっちゃうと嗅覚もおかしくなるんだろうな。このラーメンボックスタイプ？もしかしてこの店？違う、それは取れないんだ。それは取れないんだ。もしかしてラーメンボックスタイプ？うちの店唯一の弱点を攻めるんじゃない。違う。さすがにやめるんだ。まあじゃあちょっと魂の一杯とやらお願いいたします。いいでしょう。ではこれがうちの総表示にあった元足だ。雑味がすごい。なんか言い始めたぞ。えぐみも濃い。新作はございませんの？新作は今日はちょっと待ってよ。博打でやってみていいですか？博打でどうぞ。はい、まあ悪くはないんだけど、ひょっとしたらこれで追加できるかもしれんな。まあなんかジャンキーであれよね。なんかこう私の店とは全然違うけど、まあこれを好きな方もいらっしゃるんでしょうねとは思いますよね。聞こえてるぞ。いけるかこれ。店内喧嘩元気。あ、だからうちの店の周りで喧嘩したんですのね。あ、そうなんですよ。なんか広かったんで、あ、ここならちょうどよく暴れられるなって思って。はいはーい。多分あれそうですよね。ラーメン屋じゃないですもんね、あれ。運動場ですもんね、普通に。ラーメン屋ですわよ。え、あれラーメン屋なんだ。ここは何、おままごと屋さん？あれグラウンドなのかと思った、普通に。ん？ああ、そう。で、本物のラーメン屋見たことないと、そうですよね。まあ気づかないよな。ここがラーメン屋だって。いや、なんかボックスのラーメンが置いてあるから、ラーメンの真似事屋さんかなって。それ以上喋ると、エアプがバレてしまいますよ。あなた。はい、じゃあおよこしください。あとね、これ多分明日以降渡せるやつかな。これいけるかな。業者？あ、渡せはするんだこれ。あ、画像ただどんなものか見えません。画像がまだないな。画像がまだないから、はい、ディスコードで渡します。ちょっと待ってください。しょうがないな。今 OBS ぶっ壊れてて、ディスコードに貼れ、OBS 貼れなくてすいません。また私は見ます。いや、じゃあそれで。ちょっとどれどれ、ラーメン屋たるもの OBS は必須だと思うんですけど、まったく。なんだ、あ、餃子チャーハン？はい。なるほどね。うちはサイドメニューにも力を入れる。はい。すごい餃子もりもりのチャーハンなんですけど、なんか大丈夫ですか？あと確かに先に言っておくと、そう、その仁科は読者募集長人みたいな感じなんで。なんというか、ちょっと。
あのハッシュタグからのやつなんで、うん、一応多分それを前提に今から喋った方が、あのご飯っていうのはね確かに素晴らしいなって思いますよ、もちろんそれは私否定いたしませんわよ、ただこうちょっと、はい、もったいないなって、もったいない、今までなんだかんだ言ってきてもね、まあちょっとまあでもまずは食べますわ、こんなこと食べる前に言ったら失礼ね、味はわかるはず、あ食べれねえ、食べれ、あ多分あのごめんなさい、多分ごめんなさいって言っちゃった、あの大丈夫ですよ、ご飯物もちろん悪くはないアイディア、でもちょっと、はい、なんだか残念っていうか拍子抜けっていうか、ほう、なんか今までなんだかんだ言ってきたってね、まああなたのラーメンまずくはない、私のちょっと舌に合わないし雑味が多いしえぐいし苦いし脂っこすぎて胃にたまるし、あれ、舌ない人でもラーメン屋ってできるんでしたっけ、あ、何言ってるんですか、あ、あの、あれかな、うん、ラーメン、自分の作ったラーメンしか食べたことないのかな、うん、あと、そうな、ここパリコレ会場だと思ってるのかな、うん、あなたは、なんか雰囲気変わりますが、うん、パリコレ会場だと思ってるんですね、すごいお似合いです、そうなんだろうな、ついでに言ったら、うん、そう、なかなか降りられなかったんだろうな、お洋服変えてどうしたんですか、私服はそんな感じなんですか、うん、サーバーは、そうか、サーバー来てから日が浅いもんな、ジャンプボタンも知らないんだろうな、まだ多分ジャンプボタン、ほら、あれ、できる、だからな、あ、できる、ほら、あー、よかったよかったよかった、あー、ちょっと暴れないでくれますか、ちょっと、でもちょっと残念でした、ごめんなさいね、なんだかなんだかんだ言って、ええ、あなたのラーメン面白いラーメンだと思ってたし、これから戦うことがいっぱいあると思ってましたわ、もう勝った気でいるんだあなたって、でもこの餃子はちょっと、ほう、ちょっと残念だった、なるほど、もちろん美味しそうよ、でもまああなたが言いたいことはつまり私が作ったラーメンで戦いなさいと、そう言いたいんだな、そうですよ、人から募集したもので、しかもご飯物ラーメン、あなたはラーメンに対してすごい真剣に向き合ってる方だと思ってたあなたラーメン作ってるんでしょ、サロメさん、これ実際に、そうですよ、私も作ってますわ、あれそうなんだ、はい、そうなんだ、で、あれを一般人ラーメンの方は作らせていただいておりますあれを一個ずつ分けてたんだ一般人ラーメンの方は作る前に一回全部写真撮って一回撮って作ってそれも撮って、それからあの具材をちゃんと全部グリーンバッグに撮影しております、やってで、それをなるほどな、メモごとに載せて、あの分けて載せてるわけだ、なるほど、いろんなお店はあるけど、自分で作ってるのって私たちじゃない、それはまあそうだ、だからあなたのことは面白い方だと思ってたの、それがこんな形になっちゃうなんてね、まあだがしかし、お客様の笑顔より大事なものがあるか、笑顔にしたい、この餃子とチャーハンはな、一緒よ、うちの常連が食べたいって言って作ったもんだ、もちろんそういう、あなたはそういうお店なのよね、そこれがちょっと、あなたはどうやら違うようだ、それがちょっと羨ましくなる時もある、でも私は私の道を行きますわ、それでは、新メニューができたらまた来るといい、あなたもね、私もサイドメニュー考えてみます、私の納得できるサイドメニュー、暇な時に見に行ってやるあと車こっちだ、そっちから帰れない、車はこっちだ、帰れねえかな、ああこれ意地でも行かないつもりだな、あれ意地でも行かないつもりだな、あれさては、どうしたいんだどうしたいんだあなたは、いや帰るからいや帰るんですよね、帰るから、ええ、もう一個一回店戻ってみるか、見ない方がいいんだろうな多分、よし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 、裸じゃなかった、真っ白な彫像みたいになってるだけだった、うん、あ、やべ、よし、気づかれてなかった、